われた方からお願いします。参加者のお一人様となります。呼ばれた方からカップの中に入れて、あと、こちらにあるくじから1枚くじを引いて番号を渡して見せてください。はい、はい、では参りましょう。じゃあ両者カワジャンやってる？ああ大丈夫。200円ね、200円だよ。8番。はい、ダンプカーダダンプカーダさんダンプカーダさんベンダーさんじゃなくてダンプカーダさん。6番。おお、いやー、いきなり1回戦から運命の対決が。はい、ザ・ジャイアント。もう毎月名前変わるから大変ですね。4番。はい、ゲス野郎が来てないんですが、どうしましょうねゲス野郎まだ来てない。本当に来ます？怪しくない、怪しい、はい、まあじゃあゲスさん来なかったら菅原さん入ってもらおうはい、じゃあ XBOX、XBOYS の会長。はい、じゃあこっちで200円、カップの中に200円入れて、あとくじ引きお願いします。 XBOYS の会長は10番。ガイル、はい。で、私なんですが、ゲス君来ない？最初から番号見てんのまずいわ。ちょっとこれ切って、あ、すいません、すいません、タメ口で。カバちゃん、カバちゃん、切ってこれ、はい、これ切って、あの、わかんないように切って、俺に。はい、なんか俺とあれが潰し合う、潰し合う形になりましたはい、ありがとうございます。あ、1番がね、ゲス君来るの本当大丈夫かな。一応、まあ書いとこう。一応竜だと思うんですけど、一応キャラ保留で。一人遅れてきてるっぽいんで、そこは、ギリギリまで待ってこなかったら、あの、もう一人の店員、あの、入りますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じで、本日は10名による、ゼロ回戦ありの、2試合選手シングルトーナメントやってきますので、よろしくお願いいたします。
あじゃあミノムくんさんちょっといいですか。あ今試合中か、ちょっと待って、かあじゃあはい、じゃあすいません、行きますか。じゃあはい、じゃあただいまより2018年8月25日土曜日仙台プレイランド FR、スーパーストリートファイター2月例大会始めていきたいと思います。イエーイ。はい、ということで本日は定員を2名含めた10人によるシングル、トーナメント2試合選出とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、じゃあ細かいことはなしで2回負けたら終わりですね、頑張ってください。では最初の試合が0回戦2つあるんでそっちからやっていきましょう。ザ・ジャイアント対シマツヤ。俺ここかよいきなりはい、じゃあジャイアント対シマツヤ。そしてマイクが喋れる人誰でもいいんで、ああ弁野さんとか喋れるか。でもああいいっすか、ごめんなさい、なんかいや終わってからですよ、ワンチャン革ジャン喋ってもらうまであるんで革ジャンマイク熱いですよ。はい、じゃあちょっと待ってね。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ革ジャンそれまで喋ってて適当に。はい、変わりました、革ジャンです。はいはい、マイクを変えていきましょう。はい、じゃんけんでセコココ決めてもらって、1P 側がジャイアントジャイアントのザンギ、もうラリオさんってすごい。ファンには色違いますけれどね、中にはいつもの人ですね。早速もう体力半分以上減らして勝ちな終わるかと思った。シマツヤさんですからね。さあ、もう最後の昇竜の折り際に蹴りが入りました。入らないんですよ、ファンが意外に広がっていないので、できるだけ横を朝でしっかり入れました。全然という概念ないんですから、ね、反応速度はもはや。さあ日本試合目だけど、上の東屋さんが空振ってはいるが、上の空振ってる、ちゃんと絡めてるよ。
ップが揺れたので、今度はボム。ボムが一発しか入らなかった。なんと上を向ける。今ガードさせると思う。ただもう、あとないよ。まだリルもある。さあ、ボムを使った。バブラリの残りカス。さあ、これで、バブラリーキです。このままストレートで終わるのか。今日は敗者復活戦ないですよ。今皆さんここで終わるのか。このラウンドは結構押してますね。近づいたが、もう繋がってないけれど、なぜか開けないね。さあ近づいちゃった。さあどうで追っ払う。さあ落ちる。さあどう同じ連続でグラッとこれも体力ハープ。おお投げました。さあ力入れなんとか追っ払うが、ここで飛びからのスクリーンが入ってしまった。しかしとおっと今はバニシックのミスですか。さあ投げ減らない。さあここでシップガードできないところだが、噛み合った、いろいろ噛み合った。ストレート勝ちですかね。2回戦進出、2回戦でいいんですね。いやこれ1回戦なのか、0回戦みたいなもんですからね。いやザンギエ君無理ですね。無理です。はい、じゃあ涼次さんと XV ボーイズの会長、会長さんと、じゃあじゃんけんで席決めしましょう。最初はグー、じゃんけんほい。で、勝った方がワンピー、ツーピー、好きな方を選んでください。2試合選手制となります。はい、じゃあワンピーが、X ボーイズの会長、対するツーピーが涼次さんの S ホンダ。センター引き続き解説を行いますけれども、両人 S ホンダ、いつもの両人さんです。それに対するは X ボーイズ会長ということで、ワイル、その方は、F1 の大会は初めてかと思われますが、話によるといろんな大会を受けられているというところですかね。そんなつらいところではありますけれども、ダルトのステージですし、ね、ところで何かこう速さに乗っかって
たいと思ったら両手の配線取りました。パネルが外れるのではポテトも入ってパネルあれですか、テストコード入るんで開けてみましょう。大事な、いい感じで、追い詰めてます。結構満点帰りですね。ガイルはもちろんそんな時間通りだろうけれども、グラウンド目は一番動いてますね。さあしかし、用事本様追い詰めた。さあ、とにかたまってなるところに、キャッチャーが決まってしまって、なんか謎の歩き投げで、用事本様、あっという間に2本目取りましたね。さあ、ワンセット目は用事本様取りました。さあ、そしてすいません、配信上ではちょっと画面が小さかったので、ちょっと、ジャンプを調整させていただきます。はい、かなり画面が速くなって、はい、はい、では、両脇ディスクが1本取った状態で、2試合目参りましょう。さあ、もちろん本当は前に出ないといけないけれども、さあ、いきなり幅を打って、こっから落ちたらどうなるかな。おお、ガードしました。ここあっという間に終わっちゃった。あ、終わってた。さっきのサバからメトルのパラハルになって100ガードさせてきました。そうですね、これまあ、さらに近づけたらかなり終わらないかもしれないところです。おお、ツーリングレッドじゃない、ツーリングレッドやらせて。さあ、やりたい放題で近づいているよ。さあ、おお、リバーサじゃないけど、やっぱり前に出るガイルですね。そしてああ、溜まってない。ああ、いろいろ溜まってなかった。すみません、溜まってなかった。惜しい。分かったのは両手本だ。はい、はい、じゃあ次ケンスです。1人、もう1人の店員ちょっと今呼んでみます。はい、さあケンスとイノブセンのペアでございますね。 F1 名物のテンスさんの S 談義です。ただ相手はキャミーですからね。これもともと談義ってキャミー辛いキャラですけど、ましてや S 談義ですからね。どうすんでしょうね。なんかキャノンスパイクをガードしちゃダメだっていう謎のアドバイスが入りましたけど、これは暗いっていうことですかね。いや無理なんだ、言いましたよね、キャノンスパイクガードしちゃダメですって。ガードしたら反角はないですけれども、まあって感じですよね。あ、すみません、ありがとうございます。大人のストツ、うん、さあ、ではあえて食らった後で、はい、では、スタートボタン押してお願いします。で1回負けれます。さあ F1 の伝説戦員ちゃんと出せます。ちゃんと S コマンドは問題なく出せます。スパイラーアロー、スパイラーアロー、できる変少ないですからね、もう F1 今。スパイラーアロー、スパイラーアロー、やったジャンプ台形、ウォーミングアップ、ウォーミングアップ。前飛びで攻めている足払いで相打ち、ラウンド3、ファイト、ラウンド3、ファイト。またなお強くてボディープレスで飛ぶ、スクリーンは失敗したがなお強くて飛ぶ。今度はバレてます。3回も飛ぶとやっぱりキャビンにバレてしまうので、こんな感じで食らってしまうというところですね。さあ今度はこれに対する反逆がないのが残念、絶対に飛べていくところですね。これで、ジャンプ準備、何かを出そうとしたんですね。さあしかし大丈夫です、もう一試合まだありますね。次勝てばもう一試合ですね、さらにもう一試合、何とか一試合取って落ち着かせるところ。どうでしょう。
1回戦で負けてたりしたら当たんない組み合わせだったですからね。画期的にこのプロレス対決に時間に提案したの僕です。さあ、このプロレス対決本日はアンデルさんですけれども、ジャイアントさんもジャンルがよく大会で使っているというところですね。ジャイアント。アンドレ対ザ・ジャイアント。まずはザ・ジャイアント。引退だけ。アンドレ・ザ・ジャイアントが内部で争い合ってる。完全にやりたかっただけ感が否めないですね。投げて、ハイアンプロ。そうですね、まずはジャイアント先制。
ね。さあ、これでジャイアントリーチ、はい、上半身が分離してしまう車だと。さあ、下半身頑張る。下半身頑張った。下半身頑張ったって結構すみません、ほんと。さあ、取り返したんでね、からの上半身上半身下半身ってさ、ちょっとあれですよ。上半身頑張ったらやらしいですよ。そうですね。さあ、上半身下半身上半身上半身上半身アトミック。ちょっとすいません、汚き一丁で。ということで勝ったのはザ・ジャイアント。ちょっとすいません、どっちが上半身で下半身だか分かんなくなっちゃいました途中から。ほんとすいません。じゃあ次の試合ダンプカーだったら何だよ今日変な名前しかいなくないですか。
うわぁ鉄からサバ勝ったのはダンプカだ。さあ続いては領事本田と川ジャン流ですね。今島津屋さんが準備してますのでもう少しですかね。 OK ですか。じゃあキャラ選びお願いします。 OK です。 1P 側が領事本田で 2P 側が川ジャン流。相撲取り嫌だとか言ってますけれども、まあ、でも言っても川ジャンさん結構最近本田戦やってますからね。得点の成果が出るかどうかと。さあ今度また領事本田の人がダルシングステージ早いところなので、まだこう土作さんに紛れて圧をかけていたいところではあるというところです。まあ早速初めて統一状態用事本田が一旦ここで川ジャンが追っ払うと。さあ波動でうまく距離をしていると。最近ここで最近川ジャンには最強波動がいたんです。なるほど。波動すること上がって最強波動でしたね。そうですね。覚えました。さあ波動で押しに行った。確かにあのジャンプランっていうのはこっちの S 本田って場合が長いですね。ただこの場合を間違えないでうまく波動を回復で追い返せればいいんですが、しかし僕は結構追い切られてるし、まだこのところで見てますね。全然です。全然体力が上がってます。今竜巻良くなかったですね。竜巻じゃなければめくりで技が当たってました。そうですね、3段入れられてましたね。あーっという間に落ち着いて戻るほとんどない。謎のキャッパーからどう下がってないけれども、とりあえず3段入った。ちょっと弱いですね。絶対俺あー体力上足がない。ダイヤスタンキーはちょっとできなかった。しっかりこれが覚えたと言われる。そうですね、覚えました。あの人マイクハード。突然ちょん曲げが飛んできました。これバックジャンプ下にやっちゃうとやっぱり頭突き食らってしまうので。そうですね、ちょっと前がなかった上で大事ゲームまで追われればいいんですけど、それができないとなかなかバックジャンプで怖いです。あ、いないいない。今クヨに当たる。ゴータンのためですよね。足を持って勝ったのか真剣ボールなのかちょっとその方が置いてます。真剣ボールどこまで戦うことができるか。ゴータン流ゴータンがこう見つけに歓喜の声が聞こえてきましたが、まだもう一回勝たないといけません。やらない自体ダメに決まってる。さあお互い1位取ってファイナルラウンド、ファイナル。
最後まで真空出さなかったですね。さあファイナル、これを攻めた方が、そうだ、あの組み立てているパワージャンリュウ、パフォーマーメンバーじゃない、バックアップの方がどうですよ。なんでプレッシャーかけてんの、そこで。この名前間違ったけど、さあ、下げジャンプ下げ、これは、これはこれはこっちーちゃん、前への隙を許さなかった。勝ったのは川山龍。さあ川山龍、次もまた本田決まっていますね。本田龍だらけのこのゲーセン。次は準決勝ですかね、試合目。そうですね、井上くん対、ザ・ジャイアント、ザ・ジャイアントミノムズ、ミノムザ・ジャイアント。どうやって、キャミで戦うのか、ね、見ていきましょう。さあ、ジャイアントさんは、ね、いろんなキャラ使えるんで、もちろん相手のキャミと戦い方も知っている。さあ、職人の技が見えます。キャミとしては中継と、技の先端を使って嫌がらせをしていくと。で、まあ、あと、使われたらキャノンスパイクとガードされてもそれは反角はない。しかし、上がやっておけないと、ここに行くので食われてしまうので、なるべくはしっかり落とし取っていきたい。組み合わせ足場が開いて、さあジャンプ大勢の5センター。さあまず1本取ったのはザ・ジャイアント。キャンに求められるのはね、完全なあの技の下の前に前にを、しっかり把握して技のセンターをザンに当てる。そしてあと耐久です。これができないと1回取られた瞬間にザンに、いろいろ大変なことにされてしまうと。ここまではほぼ変わってきている。あー、足払い、足払い。さあ、このせいですか。しっかり引いていた。休憩機械させて、先端ですね。先端が非常に左側としてはつらい。ジャノンスパイクを出して、相手が技を出していれば当たりますと。さあ、スクリュー、あの場合がジャノンスパイク当たるんですよね。さあ、そこの前、さあ、フーリガン残り10秒からの投げに行こうとしたところ、残り1秒、これはうまく時間を使ったザ・ジェイズの完全勝利。一歩取ったのはザ・ジャイアント。あ、いやらしい場合からね、あの振りがやはりジャミジャンとか面倒くさい。さあどうやって振っていくかって感じですね。見たか、2回飛び込んで2回目にスクリュー。足場合、相打ちからフーリーマンといろいろ押すと位置が変わって、中継中継中継、突然突然すかしスクリュー。なんか動かないのか、思わせて体心理状態からの突然の上すかしスクリュー、あれも入ります。これでザ・ジャイアントリーチ、上からいく、さあスパイラだろう、当たって足払いを、さあ位置が変わって危ない中で、さあしかし相手するにはいかない、行かなかったか、キャノンボールか、何はともあれプロボディブレスから、さあ隙を使わないで相手というところ、あまり崩しの意味は
あるでしょうね。あとキャノン待ちですね、やっぱり。さあ、お互い、うわー、最後まで取ってた。最後まで意識の外から引いていった。クリュー勝ったのはザ・ジャイアント。使わない使わない使わない、最後に使うみたいな感じですね。はい、じゃあ次の試合がダンスカード対バージョン。決やりましょう。プロレス対カワジャンでお願いします。 Round 1 Fight。 はい、じゃあどうぞ。じゃあミノム君対川ジャンリュー3位決定戦。
これは割と面白い。シャドウを当たってシャドウスパイク、タイミングできないなと思って、わーしかした瞬間にね、あ、なんか一歩とアップする全部東京の人たちが一緒に行くのに、シャドウスパイク、ちょっとしっかり幅避けていく、上から行く、キャノンスパイク、アクセル、スパイダー、これは反角、さあどうなる、これはガードで確定と。さあ X はガーキャンとかね、ありませんからね、ガードしちゃったらゴアン確定。さあこれで取り返した革ジャンキュー、そして大波動しかし、ジャガル中継に起き上がり勝利を通して大砲から中央波動を、さあここでしっかり対抗出ている、中央からどうだ、あーっと最後シャガル中継、まずは川ジャンギューが一発でした。さあまず開幕、ウーリーが起き上がり小距離で返していく、なるほど、ウーリーが足払いがすぐ入る、さあ行って、さあ下に下げて、これはさあ釣りましたね、さあ若干の垂直に引っかかってしまった、しかし最後はジャガドに対してジャストライティングの先端を上から担ぎて、1個選手まだね、ありますよ、足がいい、当たらなかったな、さあ追加に合わせていった、そして遅らせてジャック勝利をインフリが狙われて、足をキャノンスパイクで振ってジャンケン全勝ちからのジャンケン全勝ち、一気に取っていった、先に頑張って取っていた1本があっという間に消えてしまった、リノム君がこれで共にビッグ、さあ3位は俺がどっちだ、さあ最後の試合開幕、飛びが通る、さあ第2弾で済んだがこのダメージ、上からキャノンスコルは下がってなかった、ここ足から投げてストライク、しかし波動が出なかった、そして上から波動を振って最後はシャガリチューピー、開幕からもう狙ってきました、これで2弾のリーチ、開幕投げ涼しい、これが一発勝負、二先ですけど大会用です、上から行く大突破機が当たる、さあ川ちゃんもいろいろ切れたか、しかしジャガースパイク、この勝利お互い起き上がり勝利を打って割り込んで、うわー、出かかりでもう光ってた、勝ったのはミノモくんということで、3位ミノモくんです、おめでとうございます。波動のモーションの時にもう光ってましたよね、はい、では、カワちゃん悔しそうです、カワちゃんが悔しそうです、はい、じゃあ決勝戦、ダンプカーダ対ジャイザ・ジャイアント、言いにくいわダンプカーダ対ザ・ジャイアント、言いにくいっすよ、ほんと、はい、じゃあ 1P ダンプカーダ、2P がザ・ジャイアント、さあ本日の決勝戦は本田対ザンギという、とても暑苦しい組み合わせ、まあ、今日の気温に合ってます、今日ね、非常に前回34度ぐらいまで上がったんですよ、
さあ、非常に暑苦しい組み合わせになりました。まあ、寒い組み合わせよりはいいですね。まあ、暑苦しいのも果たしていいのかと言われると、あれなんですけど、この決勝戦見ていきましょう。飛び道具はない。さあ、技の置き方と、お互いの経験値、キャラ対策、全てが必要。さあ、リードしているのは、ジャンパーだ。さあ、ジャンプ中継。まだ強い。これでベストテンパスが入った。あーっと、スッキー足払い。あーっと、ジャグブスキー。いやー、しっかり見ている。どう引っかかって、どうする。ただここはスクリュー確定っぽい。そしてさあ、鬼武装、ここは逃げる。どすこいどすこいどすこい。どすこい、しっかり見ている。まず一歩取ったな。ダフカーだ。だんだん僕の実況もどすこいしか言わなくなってしまったわ。さあ、これでリーチを、まず優勝リーチがダッカーだ。やはり仙台はホンダが強い。しかし、だけど大会、F1 の大会は結構ホンダが優勝率が高い。さあ、しかし、リーチ、これはスプライト、ピオラナイが。さあ、リーチの状態、引っかかって、この体力差、あっ、この体力差。なかった。まずはさあ、ジャイアンツのダンディ・ホワイト選手。さあ、あとないですからね、ここを取り返したいところ。さあ、さあ、レッサーと神業しかないんで、変わられた瞬間にガードしてしまった瞬間、場合によってはほぼスクリュー壁に近い状態になる。なので絶対的な距離を取ると、処理というか対応力が必須。足払い引っかかって、うわー、足払いまでつなげて、ここはさあ、ジャンプ突きでなんとバッキリ回数。さあ、ジャンプ小径か中径か、しかし高めだってしっかり大位置を仕込んでいたからの、なんと足払いでグレープ消費して大逆列。これでさあ、リーチ、さあ、優勝リーチ、このまま決まっちゃうか、勇気があるか。足払い、足払い、逆列、足払い取って、スクリュー、さあどうなる、下げて、足払いまで下げる、もう一回、再び、細い穴に針を通、まあ、糸を通した、そんな感じですね。さあ、細かいところで、細かい柵を通して、なんとか一勝。さあ、これでお互い優勝に。さあ、優勝決定戦、最後の試合、振り落とす、相打ち、上からもう一回、しかし大市を仕込んでいる。からの足払いがさね、ここは相打ち。さあ、体力的にはまだザンギが若干リード。逆列当たって体力並ぶ。からの逆列、ジャンプ中で渋い、最後はよく見ている。大好き、相打ちでもいいよと。これでまた優勝リーチ、ダンカーだ。ダンクレス、ダンクレス、触るまでが本当につらい。触ってしまえば夢がある。ダンクレス、パス当たり、ズッキー、ズッキー、クヨコ、しかし相打ちから足払い、ジャクルツに離してリーチ、ジャクルツ、ジャクルツ、どういうことで、本日の8月のスーパーストリートファイターズ X 大会優勝はダンプカーだ。おめでとうございます。ダンプカーだって何でしょう。本日こういう今日エントリーゲームで出たんでね、
ダンパーだからです。はい、ということで本日の最後で終了となります。じゃあこの後配信じゃないや、セグナルが戻すんで、ちょっとだけお待ちください。赤ペンがね、なくきれなかったら見にくいかもしれませんけど、今日の最終回の中でできていきたいと思います。来月も最終週、最終週土曜日の夜9時から、大会の方で一応予定しておりますので、またね、ご参加をよろしくお願いいたします。ということで本日の X 大会は以上で終了です。皆さんご参加本当にありがとうございました。
トレード。
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Yeah!